潜中艦は宇宙空間を舞台とする諸作品に登場する架空の艦艇。時間を敵から隠蔽する特殊能力の高いことを特徴とする宇宙船の名称。海洋で使用される潜水艦の特徴を宇宙空間に移したものであり、運用に関しても同様であるが、戦闘能力そのものは通常艦艇に及ばないという弱点もまた同様である。現実において、 ステルス技術が普及するのに伴い、通常の鑑定や機動兵器にステルス性機能が標準装備されているという設定作品も増え、定義として曖昧になりつつある。隠蔽方法は概ね以下のように対別できる。戦中艦という用語は TB アニメ宇宙戦艦ヤマト2第7話に登場する鑑定の名称として使われたのが最初であり、他の作品にも 機能的に類似する艦艇は登場するが、ステルス艦や、高中華戦艦など、多数の名称が存在し、用語自体が用いられているものは少ない。スターブレザーズにでは戦中艦は、スペースサブマリンと訳されているが、一般的に使われる SF 用語にはなっていない。なお、サブマリンという言葉は、海の下という意味であり、自義的に矛盾している。主役であるヤマトが戦艦なので、 その天敵として、仇役で登場する傾向がある。ありがとうございます。